県民投票で決める会のメンバーは、新潟市の街頭で県民投票の実現を訴え、署名を呼びかけました。賛成反対、いろいろお考えがあると思います。新潟県民の多くの人たちの意思を正確に反映する形、これは住民投票が一番であります。柏崎刈羽原発の再稼働をめぐっては、花角知事が判断の前に県民の信を問うと話していて、決める会は県民投票で民意を確認したいと訴えています。条例の制定には3万6000人余りの署名と県議会での条例の可決が必要です。何も投票なしに決めるのは悪いと思ったので、はい、署名しました。県民投票で決める会は来年春頃に20万人分の署名を県に提出することを目指します。